茹でた落花生うまい。みんな知ってる？茹でた落花生ね、超うまい。今日のこの落花生はブランド落花生、千葉県産。グッジョブ千葉。こんな大きなねピーナッツ初めて見た私。落花生のさ殻ごと手に入ったんで、パキッと割って中出してびっくり食べてた。千葉の落花生ってこんなに立派なの？知らなかったわ。千葉にね、遠いからここ。落花生ってね、手に取ろうと思わないわけよ。おつまみのピーナッツはね、売ってるんだけど、生の落花生ってね、そんなにね、売ってないのよ。あったとしても、千葉県産の生の落花生か、どうやって食べるんだろう。手には取るんだけど、また置いていくって感じ？千葉のね、落花生が有名だっていうのは知ってたんだけど、この度初めて千葉県産っていうね落花生を、申し訳ございません、初めて私食してみました。脱帽いたしました。とっても美味しい。もう今日はね、落花生茹でたらとっても美味しいよっていうのを伝えたくってこの動画を撮ってるって感じ。今日は余すところなく茹でた落花生の美味しさを味わえるこのメニューはいかがかしら。落花生をたっぷり乗せて食べるトーファで、落花生以外にね、いろいろ乗ってるからゴージャスすぎて、落花生があまり主張していないように見えています。このフォルムは。落花生が主張しているフォルムのタイプ。こちらをご覧くださいませ。はい。トッピングは落花生しか乗っておりませんが、マジうましです、これは。ピーナッツの下にあるのは、トーファ。トーファは簡単に言うならば、豆乳を固めた絹ごし豆腐より柔らかい食感のデザート。で、このシロップ、きび砂糖で生姜の味をつけて、この生姜がね、またいい仕事してます。はい、皆さんもぜひやってみましょう。豆の花と書いて、トーファ。豆腐花って書く人もいるね。これ台湾のね、代表的なデザートなんだけど、フルーツがたくさん乗ったタイプと、お豆が乗ったタイプっていうのがメジャーですね。私ね、台湾に旅行に行った時には実際に、マンゴーやスイカやタピオカがいっぱい乗ったタイプの豆腐を食べて帰りました。とても美味しかったです。で、日本でね、で、お豆が乗ったタイプの豆腐を食べました。健康に良さそうだなーっていう雰囲気でしたね。まずはこのトーファー作ってみましょう。今回紹介するのはお手軽簡単ななんちゃってトーファーです。牛乳とお豆腐で作っちゃいます。本場のトーファーはあのギブス作る石膏を混ぜて作るんだって。石膏って食べれんのっていう気がしちゃうんだけど、食べれるやつね、硫酸カルシウムすまし粉っていうのを使うらしい。でもそんなもんね、日本ではね入手不可能でございますよ。一番似てるのはね、ゼラチンで固めるのが一番似てますね。でも夏場はゼラチンで固めると室温でね溶けてきちゃいますよ。本場に近づけようとすればするほどゆるーく固めちゃうので、本当にねトロトロになっちゃいます。ってことで、私はね夏場はアガーで、冬はゼラチンでこれを作ります。あまりにゆるくしすぎるとね、本当にねトロトロになっちゃうので、本来のタイプよりも少し固めにこの分量は設定してあります。もっと柔らかいのがいいと思う人は 1g ずつゼラチンの量を減らして確かめてみてください。アガーの場合は若干沸騰するまで、ゼラチンの場合は沸騰直前まで温めます。で、よく冷やして、はい、これで出来上がりでございます。お豆が乗ったようなタイプの豆腐、それにはねこの落花生ピーナッツが乗ってんのよ。日本にはあんまりないよね、こういうあのお豆をガツンガツン乗せてくるっていうタイプ。ピーナッツ、小豆、タピオカ、白キクラゲ、戦争ゼリーっていうね、あの黒っぽいあのゼリーで、タロイモで作ったねお団子、紫色の。今日ね、それをイメージしてるから、ちょっと本格的な雰囲気醸し出したかったから、タロイモでね、お団子はね、いかに言ってもね、タロイモ入手不可能。ってことで、さつまいものね、皮ごと言ったからこういう紫色のね、お団子ができましたけれども、茹でた落花生と、さつまいものお団子と、黒豆タイとの、これ入れて、ちょっとそれっぽいものを作ってみた。さあ、落花生はね、殻ごと茹でるので、どうしても薄皮がついてます。上に乗っけるのをかっこよくしようと思って薄皮を剥ぎたい。茹でたての落花生、薄皮剥ごうと思ったらね、全然剥けませんね。ふやかす意味を込めて、もう一度茹でましょう。茹でたらね、こうやって剥きやすくなりました。さあ、剥いたタイプに少しばかしお砂糖を加えて、
ちょっとだけ甘みつけます。さあこれで豆腐の上に乗っけるピーナッツの準備できました。次にこの生姜味のシロップですね。これはおすすめです。さあ材料こちら、きび砂糖と生姜、これでできます。さあこれからね、冬にかけて体を生姜で温めましょう。ピーナッツのたっぷり乗った豆腐の出来上がりでございます。ちなみにですね、落花生殻ごとなんで茹でるんだろう、殻から外してね茹でちゃダメなのって私思ったんですよ。そしたらね、なぜ殻ごと茹でるか、その理由がね今回分かったような気がした。殻ごと茹でた方が味が美味しくなる。先に殻からね中身出して、中のピーナッツだけの状態にしてから茹でるより殻ごと茹でた方が味がいいですね。これトウモロコシをね芯ごと入れて炊き込みご飯にすると、身だけ外して炊いた炊き込みご飯より味が甘くなるっていう、あれと一緒のような気がする。やっぱりね、この殻ごと茹でなさいっていうのにも意味があるんだなと思いましたね。ってことで、生の落花生今シーズンですからね、もしやってみようっていう方おられましたら、ぜひ茹でて食べてみてください。ハマること間違いなしでございます。それじゃまたバイバイ。ねえねえ、みんな生姜買って帰ったら瓶の中に水入れて漬けて保存してる？今日みたいにさ、生姜すったらこのギザギザの切り口スパンと切り落として、またこの水の中入れてね、水変えて、でまた冷蔵庫に入れといたらね、綺麗な状態でずっと取っとけるんだよ。瓶の中に水入れてその中に入れといたらいいよ。生姜が買って帰ってもすぐカビが生えたったり傷んじゃったりする人はぜひ水の中につけて保存してみて。